ちなんでいただいたいちごパフェシェイク、まあ、いちごパフェシェイク、はいはい、という形で、坂倉さんといえば桜ってことで、ちょっとなんか、はい、いちごで桜をみたいな、はい、ちょっとキーワードも一応いただいたんで、はい、まずあのベースのシェイクをちょっと決めていただこうと思います、はい、これがまずいちご、ストロベリーです、はい、これがストロベリーと桜のシロップみたいなのが混ぜ合わせた、これはですね、桜メインの味なので、一応もしよければこれストロベリー入ってるんですか？入ってます、はい、結構桜の風味というか桜の感じが、うん、結構 強めには来るの で、ね、はい、ピンクの方はもうストロベリーシェイクの一本なので、はい、そうですね、ちょっとトッピングで決めます。トッピングで決めますか、うん、分かりました。じゃあもう、はいはい、パフェ風シェイクだったので最後上にポポンとトッピング、うん、はい、いちごの果肉ソース、いちごのジュレ、いちごソース。お伺いしたときに、通常 の、 あのまあ生クリームのホイップみたいなのはちょっとあまり得意ではないと伺ったんですけど、桜ホイップっていうのが実はありまして、これちょっとこうやめます、ホイップスやめますストロベリーのホイップも一応ご用意はしてみたんですけど、大丈夫です、大丈夫ですか、すいません、ホイップなし。一人でこんな食っちゃった。いやいや、もうたくさん味を見ていただいて。ジュレって何なんですか？桜のジュレです。ごめんなさい、桜のジュレですね、まあ、ゼリーみたいな感じですかね。花びらが中に見えづらいです、うんうん、はい、まあ、味自体はそんなに強めには、まあそうですね、はい、ブルーベリー、ラズベリーとか、まあ、ベリー系の、そうですよね、はい、うわー、子供ってこれ食べれるんですか、桜味？まあそうですね、どう、大人はよく食べるじゃないですか、まあ、多分、ね、そうです、食べれますよ、ね、ちょっと大人のイメージ、雰囲気は出ますね、はい、桜入ると特に後味のところが、ね、若干桜の、はい、風味が残るので、個人的にはこっちの方が好きなんですよ、はい、あの和菓子派なんで、あー悩みますね、悩む、難しいですよ、子供は絶対こっちだと思うんですよ、いやそうですね、はい、ね、やばい、決められないの、優柔不断が出てるもうこっちはもう安心と安全って感じですね、間違いない、はい、間違いは絶対ない、はい、何しても間違いはない、はい、そうですね、そうですね、何トッピングしてももう、うん、もうバッチリ、もういちごじゃないですか、はい、これはこれが合うと思うんです僕、はい、そうですね、果肉が入って、入ってるし、はい、そうですね、ちょっといちごも出るから、はい、でもこれとこれが合わないんですよ、ああそうなんですね、フレッシュのいちごと、うん、若干酸っ
ぱい気がするんで。そうですね、いちごまだシーズンじゃないですもんね。そうです、もう少し、まあ、もう少し暖かくなってくるとちょっと甘めの、ね、でもいちごのしたいなと思って、せっかく、うん、はい、そうですよね、まあ、一番ベースいちごの、うん、そうですよね、シェイクっていうところが、うん、はい、スタートなので、だってなんかこれなんかちょっと合うなと思った。はい、そうですね、もともとストロベリーのシェイクなんて、うん、そこでもういちご感たっぷり出てるんですよね、はい、分かった、これを逆にこれ下に入れてもいいと思う。ああ、そうですね、下引いてから上にシェイクで、はい、混ぜてもらえると最後味が変わるんで、はい、これを、はい、一番上に上に乗せてもらって、はい、いちごを、はい、これ二等分にして半分ですね、はい、うん、説明できないよ、二等分にして、はい、あ、なるほど、わかります、こうですね、はい、はい、花びらみたいな感じです、二等分でね、下に引かない、しやばい、一番長いや、こういう感じで、桜翔吾選手のプロデュースメニュー、サクの桜ストロベリーシェイク。子どもたちに喜んでもらおうと何度も悩んで考案した坂倉選手、注目は桜の形にデザインしたかわいいいちごのデコレーションです。いや、僕は単純にいちごが好きなのと、なんか春ということで、なんか桜色っぽいピンク系のものをイメージしたらこうなりました、はい、僕割と子供にもこう飲んでほしいですし、シェイクって多分僕は子供の時よく飲んでたので、まあ、大人っぽい味もいいかなと思うんですけど、どちらかというと子供に寄り添うというか、小さい子でも飲めるようなイメージをして、いろいろ選びました。結構甘いので、シェイクってずっと多分この量を飲んでると飽きてしまうと思うので、こう味変っていうか、いろんな味を楽しめるように、上と下にソースを分けて、まあ、違うソースで今回はやってみました。冷たい飲み物でナイターだと売れ行きが悪くなるんじゃないかと思うんですけど、味は大丈夫だと思うので、ぜひ買って、まあ、一つを親子で多分飲んでも美味しくいただけると思うので、ぜひ買って、たくさん飲んでもらえたらなと思います。はい、サクの桜ストロベリーシェイクは3月26日からマツダスタジアム飲食売店コイドルチェで販売開始です。